こんにちは、エルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日も糖尿病性神経障害の話題です。今日の問題です。糖尿病性神経障害の発症や進行に関与する因子の中で、介入した場合にその発症や進行を抑制することが示されている因子を答えてください。今日はこれに対して答えられるようにしたいと思います。最初に、糖尿病性神経障害の発症や進行に関与することが言われているリスク因子のお話をします。神経障害の発症や進行に関与するリスク因子としては、血糖コントロール不良、糖尿病利病機関、高血圧症の合併、脂質異常症の合併、喫煙、肥満などが指摘されています。中でも血糖コントロール不良が最も重要とされています。神経障害の発症率は、血糖コントロールが不良なほど高く、糖尿病利病期間が長いほど高い傾向にあります。神経障害の発症や進行を抑制するためにできることとしては、血糖コントロールが重要です。厳密な血糖コントロールが神経障害の発症や進行を抑制することは、1型糖尿病では明らかになっていますが、2型糖尿病における検証は十分ではありません。しかし、2型糖尿病でも、血糖コントロールを行うことで、神経障害の発症や進行が抑制される傾向が示されています。ちなみに、厳密な血糖コントロールとはどういうことを指すでしょうか。以前に何度もお話ししている通り、神経障害などの微小血管障害のリスクを低下させるという観点からは、ヘモグロビン A1C 7% 未満が目標となるのでした。また、血糖コントロール以外に目を向けてみると、血糖コントロール不良以外の糖尿病性神経障害のリスク因子に対する介入が神経障害の発症や進行を抑制するかに関してははっきりとしたデータはないようでした。神経障害とその他の糖尿病合併症の関連を見てみると神経障害があることは網膜症や腎症のリスク因子であることが示されています。今回の内容はここまでとします。最後に最初の問題の答え合わせです。糖尿病神経障害の発症や進行に関与する因子の中で、介入した場合に、その発症や進行を抑制することが示されている因子は何かという問いですが、答えは血糖コントロール不良です。血糖コントロールを改善することで、神経障害の発症や進行が抑制されます。ご視聴ありがとうございます。今日も見てくださってありがとうございます。もしよければ、チャンネル登録や動画の評価、コメントをお願いいたします。また、過去の動画も見ていただければと思います。これからもよろしくお願いします。それでは、また次回お会いしましょう。ではでは。